今日は愛媛県と広島県を結んでいる西瀬戸大橋、いわゆるしまなみ海道の通行料について質問したいと思います。このしまなみ海道ですけれども、1999年5月に開通した。それをもってですね、それまで離島であった大三島、博多島、大島、そして広島側の、向島、生口島、因島、離島から解除されました。その後、愛媛県側で言えば、その3島にあった、村もそうですし、町、がですね、これが今治市と合併して、旧今治市と合併して、そして陸地部と一緒になったんですね。それは広島県も同じで、尾道にそれぞれの島がですね、合併して一緒の市になったという事情があります。そして、合併した後、これは2005年ですけども、どんどん、行政サービスが陸地部から提供を受けるということになって、さらには生活面でも、例えば病院だとか学校だとか、あるいは買い物だとか、もう陸地部への依存がどんどん進んでいってるんですね。そんな中で、やっぱりそこの島にお住まいの方々のその生活としては、これだけ行政サービスだけではない、いろんな生活面で陸地部への依存が進んでいたら、過去の離島と同じじゃないかと、隔絶性があるんじゃないかと。これも料金次第によっては、やっぱり隔絶性、条件の不利性というのが残ってるんじゃないかという声が非常に強いんですね。そんな中で、これをどうしたら解決できるのかと、斉藤大臣にもですね、過去質問したことがありますけれども、そんな中で、国土交通省が平日朝夕割引の見直しをしようじゃないかということが報道されました。この平日朝夕割引を、通勤パスに移行すると、これ私、今回のこのしまなみ海道の通行料金にですね、使えるんじゃないかなというふうに思うわけであります。まずこの移行の見通しについて、政府の概要説明をお願いします。丹羽道路局長。お答え申し上げます。現在、NEXCO が管理いたします地方部の高速道路では、並行する一般道の混雑緩和のため、平日の朝6時から9時、また夕方の17時から20時に多頻度を利用する車両の対象に、料金を割引する平日朝夕割引を適用しているところでございます。このような中、昨今、時間帯にとらわれない多様な働き方が広がっていることから、通勤パスとして利用者が事前に登録した区間の通行を時間帯や曜日を限定せずに最大5割引きとする施行を昨年の4月から石川県で開始いたしまして、今年の4月からはこの施行箇所を北海道、新潟、山梨、香川、長崎に拡大し、石川県を含めた全国6箇所で実施をしているところでございます。この取り組みでは、高速道路を利用する時間帯の分散、また利用回数の増加などの効果が見られておりまして、移動時間の短縮などによって経済活動の生産性の向上につながることが期待されているところでございます。今後のこの通勤パスの効果の検証を行った上で、平日朝夕割引に変えて令和8年度より本格展開することを目指しているところでございます。白石陽一君。はい。平日朝夕割引やってるのを、ずいぶん拡充するということで、で今のその制度というのは事前登録は必要ないんですけども、この通勤パスについては事前に指定した区間、そこに登録しないといけないんですね。で、私は思うに、この登録の対象として当然本市華僑も含まれるというふうに考えるんですけども、いかがでしょうか。丹羽道路局長。これからですね、令和8年度の本格実施に向けて、どこの路線を対象とするかということについては、今後検討していくことになります。白石陽一君。
これぜひですね、含めていただきたい、斉藤大臣、ここ大事なところですから、それとですね、もう一つ、今の平日朝夕割引、NEXCO は、つまり、本体部分のところはですね、5回から9回までは3割引き、そして10回以上、これは月にあたりですけれども、使ったら5割引きとなるのに対して、この本紙のところは1割引きでとどまってるんですね。これ、通勤パスになる、で、本紙も対象としていただきたいんですけれども、本紙も対象になった場合、この1割引きでとどまるというのは、これ、低すぎると思うんですよ。やっぱり他のところが3割、さらには5割ということですから、ここはやっぱり1割というのを見直していただかないといけないんですけども、いかがでしょうか。丹羽道路局長。お答え申し上げます。しまなみ海道のこの本市高速の料金水準につきましては、高速道路ネットワークをより一層有効活用するために、平成26年の4月から10年間、全国の料金収入、これを当てながら引き下げ措置を実施してきておりました。で、今年の4月からさらに10年間、これを継続するということにしております。委員ご指摘のこの本市高速の平日朝夕割引については、先ほどご説明いたしました、引き下げ措置前の通行料金から、これの最大 50% 割引になっているところでございまして、これをさらに拡充するということについては、新たな財源の確保、また公平性の観点、他の交通機関への影響などを考慮する必要があることから、慎重な検討が必要だというふうに考えております。白石陽一君。はい、大臣に質問ですけれども、こうやって国交省の道路局というのは、道路行政の観点からですね、いろいろお話をされるわけです。しかし、私、一番最初に申し上げたように、架橋がされたと、で、島がつながって、離島から外された、しかし、その料金次第によってはですね、その隔絶性というのが残っているわけです。で、ましてや、その後、陸地母と合併した、広島側もそうです、尾道側もそうです。そのことによって行政サービスが依存され、そしてやっぱり一つの島あたり5000人、6000人の人口になってきたら、やっぱりどうしても陸地部に依存せざるを得ないですよ。そこに対して道路行政としてですね、手を差し伸べる、もうこれはちょっと離島はちょっと置いといて、もうその社会政策として、このさっき言ったその、渋滞緩和のためにとかにんじゃなくてですね、こういったところで生活している人のためにですね、ETC を使って技術が進んできている、ETC を使って、割引制度を拡充すると、こういうふうにすべきだと思うんですけれども、斉藤大臣、いかがでしょうか。斉藤国土交通大臣。まずはじめに、この今度新しく通勤パス制度にします。それもぜひしまなみ海道も対象にすべきだというご質問ございましたけれども、今後検討するということでしたけれども、当然これまでもいわゆる平日朝夕割引が適用されているわけでございまして、当然それが通勤パスになるんで、これは当然しまなみ海道も対象になるんだろうと私個人的には思って、おります。で、その上で今のもう少しこれを新しい技術を使って下げるべきではないかというご主張でございますけれども、高速道路料金につきましては、観光振興や沿道環境の改善など政策課題の解決のための割引を導入しております。で、高齢者や妊産婦、子育て世帯などの一部島民に限定した割引のように、地域において独自に取り組む料金割引については、原則として地方自治体の負担の上で実施していただくことが基本であると認識しておりまして、例えば現在、愛媛県今治市においては、島嶼部に在住の子どもを持つ世帯などに対して、保健医療の受診などに要する通行料金の助成を今治市が行っていると承知しております。いずれにいたしましても、高速道路料金のあり方については、引き続き地域の方々の意見なども踏まえつつ、不断の検討を進めてまいります。白石陽一君。
先ほどおっしゃったですね、高速道路網は高速道路網で、そしてもう地域の政策課題についてはその地域でと、今治市とかもやってます、おそらく尾道市もやってるんでしょう。でもこの制度というのはどういうものかというと、本当に予算も限られてますし、で島のですね、通行料金のレシートを取っておいて、それを集めて、でそれで後から自分はそういう例えば妊産婦でありますよだとか、あるいは子どもを持つ世帯でありますよという証明とのコピーと、そして申請書を持って市長だとか、あるいは市役所に行かないといけないんです。とても繁琐な面倒な手続きでもって、小さな予算でやってるんです。それじゃあダメだということが私のこの趣旨です。これだけ ETC の制度が技術が進んでるんですから、 ETC でもってそれをやっていくと、もし地方からある程度、拠出してほしいということであったらやると思います。断言できませんけども、それぐらいですね、 ETC でもってこういった社会的弱者、生活課題、政策課題を解決するためにですね、この高速道路網というのは使えるんじゃないかということを申し上げたいんです。大臣いかがですか。斉藤国土交通大臣。いろいろ技術が発達してくればいろいろなことができるかと思います。ただETC で今カード式ですと、例えばその個人を限定するというわけにはなかなかいきません。そのカードを使って、いろんな人が通行できるわけでございますので、そういう意味では技術的にもなかなか難しいところがあるという認識はございます。その上で先ほど申し上げましたような、その地域のいろいろな課題、特に社会福祉的な側面につきましては、その地域の福祉政策との関係もございますので、全国一律に国土交通省もしくは道路会社で、手を打つべきものというものにはなじまないのではない、そういう面もあるのではないかと、このように思います。白石陽一君。おっしゃる通り、不正対策は必要です。もうこれは社会的弱者、生活政策課題ということであれば、不正対策も同時に講じないといけないと思いますけれども、それもこうした上でですね、この ETC という技術、を使って、そこにですね、ある程度その地方からの負担も、公平性の観点から必要だということであれば、それも講じた上でですね、まさにこれ島民割引と同じなんです。島民割引というのは離島で、そして、そのインターチェンジで、一般の車両が出入りできないところについては島民割引、そこは本市が 35%、 そして地方自治体が 45%、そして利用者さんが2割、これでやってるわけです。これと同じようなことができるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひですね、この技術開発、不正対策も講じた上でですね、やっていただきたい。これは一歩進んだところで、それをもう一番最初にやってほしいのは、まずこの通勤パスが本市も適用され、さらにその割引率が1割だけじゃなくてですね、もっとさらに、これは他のところは5割ですから、5割に近い形で、やるべきだと。これは回数だけですから、不正対策とか別に問題ないので、これをまず、大臣やっていただきたいということを申し上げたいと思います。この点いかがですか。斉藤国土交通大臣。はい、この点に関しましては、先ほど丹羽局長から答弁申し上げましたとおり、もともとしまなみ海道区間は本来の料金から大幅に、割引がされております。で、今回のこの朝夕割引もその本来の料金から5割の割引ということで、それが結果的にその割引いた額に対しては1割ということになっているということでございます。従いまして、この割引制度をダブルで使うということがどういうことなのかということについても検討しなくてはいけませんけれども、現在のところではそれはなかなか難しい、割引制度を二重に使うというのはなかなか難しいというふうに認識しております。白石陽一君。その面もある程度分かります。でも今の5割であってもですね、
他のところはだって、1キロメートルあたりのですね、料金が高いところも5割適用されているというところもあります。そして私は言っているのは、こういうふうに行政、サービスが陸地部に依存しているところというところで言えばですね、これはやっぱり島並海道です。他のところ淡路島の ところに3市ありますけど、それは島の中で完結しているわけですね。そこはまた一つの考え方があると思います。特にやっぱり行政サービスが陸地部に依存している、尾道市そして今治市、この面については特にですね、配慮、考えを、巡らせていただきたいと思います。そしてもう一つ、質問はですね、離島を指定なんですけども、先週離島指定検討部会の報告で、その指定解除の基準について決定がされたというふうに聞きました。で、そのレクも受けたんですけども、でその中でですね、離島地域の指定解除の原則の妥当性、これの検討結果で、丸三に何書いてるかというと、架橋整備による離島特有の条件不利性の解消は有料橋無料橋によって実質的な差はなく、両者を区別する必要性は見出しがたいという、全く私が今ずっと言ってた話とですね、正反対のような検討結果がこう記述されているわけですね。有料橋無料橋によって実質的な差はなく、両者を区別する必要性は見出しがたいと。じゃあこれのバックアップは何なのかと、いうことで探してみてもですね、特になく、私にいただいたのはこの今治市側越智郡、旧越智郡のところですけども、それよりもむしろですね、生活利便性のところで言えば、自家用車の場合橋の通行料金が発生することから、まだ離島ではないのかという意識もあると、いうこととか、あるいは合併前であれば島が自治体であったが、合併したことで同じ市民なのに橋の通行料がかかることへの不満があると、こういった記述があるのにも、これヒアリングメモですからね、そこには真実が書かれているというふうに、前提としてですね、考えれば、なぜこんな記述がある上にですね、その検討結果としては有料無料で実質的な差はないというようなことになったのか、ここは政府お願いします。黒田国土政策局長。お答えいたします。離島振興対策実施地域の指定解除基準、これ委員ご指摘のところでございますが、令和4年11月の改正離島振興法の成立に際しまして、付帯決議でこの離島と本土等の間の架橋が整備された際には、当該地域の実情に配慮しつつ、離島振興対策実施地域の指定が直ちに解除されることのないよう、同地域の指定解除の基準について検討することというふうにされたものでございます。でこの付帯決議を踏まえまして、昨年の5月に、国土審議会の離島対策、離島振興対策分科会におきまして、架橋に伴います指定解除のあり方につきまして、離島指定検討部会に検討の付託がされまして、離島指定検討分科会の委員の方々には、架橋後に指定解除された地域、今の大三島、博多島、大島も含めまして、赴きましてヒアリングを行うというようなことをやっていただいたところでございます。でその検討の結果といたしまして、先週の6月14日、改正をされました国土審議会の離島振興対策分科会におきまして、報告がなされまして、架橋が行われた場合の指定解除の原則を維持するということ、また指定解除時期の明確化、あと指定解除の猶予条件の追加ということを内容とする指定解除基準ということが、離島振興対策分科会におきまして、決定をいただきました。原則を維持するということはどういうことかと申しますと、やはりその離島特有の条件不利性、これはやはり架橋によって解消したというふうに見るべきではないかと、
でまた真に離島振興が必要な部分というのはやっぱりそうしたところにしっかり支援が行き届くようにすべきであると。あと2つ目 の、 その離島解除基準の明確化、時期の明確化というのはこれは留保条件なんですが、直ちに解除するのではなくてあらかじめ準備期間を考慮して過境後の開通後の翌年度末まで指定を継続をし、翌4月1日付をもって指定解除する旨を指定解除基準に明確化をするとか、あと猶予条件の追加ということは、例えば陸上交通が確保されない集落が存在する場合には指定解除を猶予するとか、公共事業が未完の場合には当該事業の完了まで指定解除を猶予するなどの条件、留保条件をつきながら慎重に手続きを取っていくというような基準をお決めいただいたということでございます。白石陽一君。佐藤大臣佐藤大臣もですね、このことについて昨年の2月20日の佐藤浩二衆議院議員、広島の代議士からのですね質問で、斉藤大臣はその有料道路の架橋によって指定解除された島々が置かれている状況について有料道路の負担ということも含めまして実情を伺いながら実態把握に努めてまいりたいと、こういうふうに答弁されているんですね。で私がその実態把握、そこの島に行った声を聞いたらですね、有料道路の、大三島から今治まで、片道1500円ですよ、これが本当に重いんだということしか私は聞かないんですけども、先ほど、局長が言ってた、島が橋がかかったことによって、そのことは離島ではないんだということの一点張りなんですけども、ここを大臣、どのように、広島の議員、政治家として、見ていらっしゃいますでしょうか。これが最後の質問になります。斉藤国土交通大臣。私も対岸の広島県の側でこういうお声をよくお聞きしているところでございます。そういう声も踏まえながら今回は国土審議会の離島振興対策分科会で、現地に行ってお声を聞いた上で、こういう結論が出ておりますので、それを尊重しながら、しかしそういうお声にも耳を傾けながら、今後もしっかり見ていかなくてはならないと思っております。白石君。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。